ハマナイスゲーム、井上です。ガンダムブレイカーモバイルやっていこうと思います。今回はですね、爽快フェスの方聞いていきたいと思います。右上を見ていただくと、ハロチップが、53,395個ということでですね、増やさせていただきました。そこでですね、待ちに待ったガシャの方、まあ皆さんはね、もう引いてらっしゃる方の方がほとんどだと思うんですけれども、これから引いていきたいと思います。で、今回はですね、悩みに悩んだんですけれども、ガンダムエピオンの方をですね、100連回そうかなと思います。これまだね、その1周年記念の前半戦みたいなところがあるんで、ここでね、まあ、フルスイングしてしまうとちょっとね、痛い目に遭うんじゃないかなというところも含めて、エピオンを100連って決めました。でやっぱり頭のね、磁気属性がテクニックの時、エグスキルの威力 30%、 レベル1でも 17% なんですけれども、でワードタングの接近戦効果力っていうのはすごく魅力的ですよね。このパーツはとにかく欲しいなっていうところと、あとは腕もね、すごい強いんですよ。格闘攻撃力が8379あるんで、確かバンシーの腕ぐらいあるんじゃないかなっていうところで、エピオンクローもね、貫通 A- の威力 B- なんで相当使えるんじゃないかなと。これもすごい欲しいパーツです。一番欲しいの腕かもしれないですね。まあいろいろ見てきたんですけれども、あとは結構今回はエグスキにね、寄ってますね。このビームソード最大出力も結構いいですよね。クールタイムが短めで威力 A- っていうことで使いやすいなと。で、磁気の格闘攻撃が 24% 上昇ということで、バフもついてるんで使いやすそうですね。ということで今回は腕、頭、足、このね、優先順位でいきたいと思います。もちろん他のパーツが出ても非常に嬉しいです。もうね、エピオンは大好きでした。もうスーパーファミコンのね、あの格ゲーがあったんですね、 2D のそのね、ゲームでも出てたんですけれども、本当にもう隠しキャラみたいな感じでめちゃくちゃかっこいい、モビルスーツだったんで使いたいなっていうところと、これね、エンドレスワルツバージョンなんで、まあ、カトキはじめさんがね、新たなコンセプトをつけてるっていうところも含めて非常にかっこよくなっている、ガンプラになってますので、説明は長くなりましたが早速引いていきたいと思います。狙うは先ほどの順番の通りです。腕をね、カーソル合わせていきましょうか。いきます。前回のね、動画で1回引いたら普通に青だったんで、赤が来てほしいところです。はい、クイッ、よし、来た。いいですね、真っ赤に燃えるぜ。ヘレトの海、緑、ギラ動画、アレックス、パラカーテネ、ローズ、なんだこれ、あ、起きた、なんだ、おお、シールドですね。うわ、5で出るんだ。あ、そうですね、5で出ますよね、確か今回。これはありがたいな。おお、もう1個来た、すごい、来い、おお、やったー。エピオンボディ、ありがとうございます。ゼロシステムですね。まあ狙ってるパーツではないんですけれども、 2枚引きですね。いいです、いきましょう。20連目いきます。はい、ブルー、20連目はブルー、もう一度引くでいきましょう。はい、30連目、いきます。はい、ブルー、30連目もブルー、いきましょう。いきます。よし、40連目、赤ですね。ジェガン、わかんない、リンフェーム、もう来た、ほい、おお、このタイミングで GN ソード、結構早い段階で赤が出たんで、もう一枚いけるかな。もう一個来た、
おお、これはいいですね。ヒートロッド、エピオン。また2枚引きですね。あ、2枚引きか。でもね、ヒートロッド、エピオンは1個だけですね。40連目です。ここで半分ですね、ちょうど。いきます。はい。赤よっこい。ブルーですね。いやー、ブルーが痺れるよ。来い。よし、これでちょうど半々ぐらいかな。今60連目ですよね。こい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 、こいで、おお、背中、おお、すごいな。外してくるね。もっともっと、おっ、誰もだ、ケンプはベアガイ。はい、ということで、60連目かな。60連目がエピオンの背ですね。結構集まってきたな。なかなか厳しいですね。これで70連目かな。ガイ！よし。素晴らしい。腕が欲しい。ボディだね。ここでわかるからね。武器だ。おお、ビームソード、武器出るな。これで武器と盾が出ましたね、全部ね。あとボディが出てほしいところです。ボディというか、そうですね、体が欲しいところですね。特に腕、あー出ないね。あと30回かな。ちょっと1回終了しましょう。行こう。はい、行きます。赤よ来い。ブルーだ。終了。ブルーラッシュ来るのやめてくれよ、ほんと頼むよ。はい、来い。赤よ来い。よし、腕と頭、腕と頭が欲しいんだ。いやー、武器は嫌だ。もう持ってるから。なんだ、ほい、頭来た。やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。やべえ、嬉しい。あとは打てた。腕、背中かぶった。背中がかぶった。いいけど、足が出て、足じゃない、腕が出てくれ。腕、まあでも頭出ましたね。すごく嬉しい。行きましょう。はい、まだまだ引きますよ。来い、イエス、ブルー。これで灼錬かな。ちょっとカウントしてなかったんですけど、これで100連になってるのかな。ちょっとね、このままでは引けないんで、追加でもう20連引きたいと思います。それでね、3万5000残しかな。いきます。それで100連かな。そもそもちょっとね、おバカさんなんで数が数えられなかったんですけれども、はい、ブルー、やばいな、これはやばいな。次でラストにします。これはちょっと危険な匂いがするんで、次にでラストです。いきます。エピオンクロー欲しいな、めっちゃ強いからな。ガイッ、よーし、いいね。ラストは赤で締めてくれ。よい、2個出てこい、2個。いやー、1個っぽいな、1個っぽいな。なんだ、来るか、来い。いやー、背中にかぶるなー。ブレイクアップできないな。でもこのままだとちょっと悔しいぞ。もう1個、あー来ない。今3万5000ですね。3万5000なんで、3万は残したい。もうちょっと引きましょう。
あと2回引きます。20連よっと、ちょっとカーソル合わせましょう。ここだね、いきます。はい、来い。よし、これでもし腕が出たらやめます。いや、やめないかも。ジガン、ジガンはかっこいいな。危ないよ、頼むよ。うわー、1個しか出ないな、また。うわー、怖い。こい、足、よし、よし、足は持ってないからよし、いいですね。よし、行こう。1回リセットします。エピオンが好きだから引きたいんです。これ結構出ましたよね。あともう腕だけじゃないか。ボディが出てないかな。ボディも出ましたね、多分。いきます。はい、あと20回引いて、これ含めて20回ですね、引いて3万残りますので、ソロでいこうかな。予定よりも引いちゃってますけど、まあいいです。ラスト、腕が欲しい。頼む、腕がめっちゃ欲しい。腕が一番欲しいのに腕が出ない。よーし、赤、オッケー、最高。さあ来るか、ブルー。赤が怖い。いやー、このガチャだけでね、コンプっていうのはやったことがないんですよね。それがね、気がかりです。やべえよ、ラス1とかで来るのやめてくれよ、マジで。あー、武器じゃん、もうやめてくれよ。かぶったよ。はい、ということで、もうね、3万は切れません。なんとね、エピオン一番欲しかった腕だけ出なかったっていうね、このね、オチでございます。ベイクアップ、頭、ボディ、足、バックパックの2つですね。これを解除して、解除ですね。で、ビームソードも被ってくれたのかな。くれたっていうのもおかしいんですけど、この3つを選択してブレイクアップ、必勝祈願ということでやっていきたいと思います。あれ、選択したくないパーツを2つ選択してください。あ、こんな機能出たんだ。でもすごいよ、武器も入っちゃってるよ、これ。マジかよ、やだな。困ったな、これ。どうせならこれかな。はい、ということで、ブレイクアップやっていきたいと思います。もう一個消せたら最高だな。いきます、腕よ、来い、腕。よっしゃー、来た。ありがとうございます、本当です。はい、やってよかったね、ありがとうございます。やば、来てるね、今日は。はい、ということで見ていきましょう。ガンダムエピオンコンプリートです。正解はですね、1番の、リファインガンダムゼータでございます。こちらですね、略してリガツイというようです。最後までご視聴ありがとうございました。引き続きですね、こちらのクエスチョンズの方もやっていきますので、よろしければお楽しみいただければと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイ。